どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。はい、毎週日曜日はギター教室ガズギターやってます。本来ですとこのガズレレという、ウクレレね YouTube レッスンを公開しているこのチャンネルなんですけど、ガズレレというチャンネルなんですけど、一応限定でギターレッスンガズギター、今日も始めていきましょう。今日取り上げたい曲はこちら、ドン、あいみょんのもうど真ん中曲、裸の心。このね曲はね名曲ですよ皆さん。アコースティックギター一本で思いっきり簡単バージョン、ガズギターですからね、簡単バージョンの、アレンジで弾き語っていきましょう。さあ、このガズギター YouTube チャンネルなんですけれども、世界一どころか宇宙一簡単なギター教室、ギター講座ということで、私ガズが編み出した、考えついた、革新的でもう本当にびっくりするぐらい簡単にできるようにしているレッスン講座、毎週日曜日公開してます。楽器経験ゼロの方でもできる、まず01、まず弾けた、できたっていう体験をしてもらうために、本当に簡単にしてるんでご安心ください。やってみたい方、概要欄にガズギターで始めるギターの弾き方の、URL 貼っとくんで、そこでね見てね、それ動画になってますからね、いろいろちょっとお勉強して、またこの動画に戻ってきてあいみょん弾いていきましょう。いつもの流れなんですけど2バージョンでいきますよ。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、後半はちょっとリズムも加えたかっこいいバージョンの2バージョンでいきます。そしていつものご案内になりますけど、ギターにいきなり最初にから挑戦するのもまあ一つ面白いとは思うんですけど、おすすめはですね、ウクレレです。私が普段メインでやってるこのねガズレレという、YouTube チャンネルだとね、本当にすぐにウクレレできるようになるんですよ。ウクレレの方がねギターよりはるかに簡単なんで、そこである程度基本をマスターして、結構共通点多いんですよ。弦楽器で右手で弾いてとか、そこである程度なんとなくそういうもんだって分かった後、横展開してギターに入っていくのもおすすめですね。そっちもねご活用ください。概要欄にガズレレで始めるウクレレのスタート URL 載っけとくんで、そっちも見といてください。さあさあ始めていきましょう。2バージョンでやるというふうにさっきも言ったんですけど、まずはシンプル簡単バージョンは本当ゆっくり 1,2,3,4 で4つ弾きで弾いていこうというね、アレンジなんですけど、コードはですねほぼ指2本のコードで、コード今日はね7個出てくるんですね。1個だけ指3本 E っていうのが出てくる。今こうコード出してますけど、この E と E と E 星、この使い分けですね。はい、この見てもらうと分かるように、この E というコード以外は全部指2本でできますということですね。まずはね、これでね、01、私にもできた、歌えたということを体験していってください。はい。それではまずはシンプル簡単バージョンの方のデモ演奏からやってみる。1、2、3、4。でーん。少しだけ少
せーの、あいみょんの裸の心、ガズギター簡単アレンジバージョンでやってみました。いい曲ですね、この裸の心、むき出しの寂しいけど力強い、そんなこの心持ちがですね、素晴らしく現れているなと。歌っているとですね、こう情景が浮かびます。はい、しかも見ていただきました、ガズギター式超簡単アレンジコード、 E 以外は指2本ですからね。はい、ゆっくりなんですけど、あのこの曲ゆっくりなんですけど、今こう楽譜見てもらうと分かるようにね、この A メロ一体このままいつまで、ワンブロックコード2個じゃないですか。これ思ったより忙しいですからね。あのゆっくりゆっくりやってもどんどんコードが次から次へやってくるという印象ですから、やっぱりポイントとしてはちょっと先を読んでください。この一体このままいつまでだとすると、最初 C 弾いてる時にも次が G が来るぞと思って C を弾いて、ちょっと先を読まないと間に合わないですからね。 C 弾いて、あ次 G だぞ、次は F が来るが、次はその時 C だみたいな、ちょっとかなり頭をね先読みしていかないとですね、いくらゆっくりやってもそのなかなかこうタイミングが難しいというところがありますね。あとコードは7個ということなんですけど、基本的にはね、今言ってる簡単コードなんで、まずはゆっくり、やるのがいいかな。あとやっぱ歌ですね、やっぱりなんだかんだ弾き語りってやっぱ歌中心だから、歌を聴き込んで気持ちよくやっぱ歌う、その伴奏としてのこの楽器があるわけですから、歌中心で、まず聞き込んで練習していきましょうと。はい。で、コードもね、さっきも見てもらったわけで、この E と E 星の使い分けですね。E から、E 星から E、E 星から E に、だんだん上がっていく感じ。これちょっと体感してください。はい。このね、一個の音の違いでね、この世界観がガラッと変わる感じ。これはギターのね、素晴らしいところでございます。はい、まずゆっくりでいいんで、気持ちよく歌っていきましょう。で、途中で一箇所ね、この2拍っていうところはあったでしょう。ここね、ここの一個ポイントですからね。誰かを、ここですね。羨んだり、今ここの羨んだ2拍ですから。はい、ここはまあ聞いていただくとわかると思いますね。まずですね、これからかっこいいバージョンの解説入っていく前に、ガズギター式楽譜見ていきましょう。裸の心、あいみょん、ガズギターアレンジでございます。イントロシンプルですよ。でさっきも言ったようにワンブロック2個でどんどん来るんでね、思ったより早いですということでございます。はい、まずこうやって写しておくので、皆さん一時停止でどんどん書いていってください。このガズギターのノートの特徴、この歌詞の上にある点ね、一体このまま、うん、いつまでみたいな感じで、このリズムがね、この点で分かるようになってますんで、ご参考にしてください。一時停止でまずはここの A メロと B メロまでいきましょう。はい、ここが今言った2拍ですね。あ、でちょっとこれ言っときたいんですけど、このくるっと囲って、こ下には D 星 G って書いてあるでしょ。これかっこいいバージョンではここね、1個ずつ弾きます。今のは D 星を2回弾いたんですけど、 D 星 G というかっこいいバージョンではここ展開していきますということです。はい、いいかな。はい、じゃあここサビ、ここからもね、ガズギターオリジナルアレンジのサビの応酬になっていくわけですけども、途中伸ばしたりなんかするところもあります。はい、ここすごいね、もう何とも言えないエモいです。いいかな。ここ途中伸ばすとかも書いてある。これもテロップとちょっと合わせてご確認ください。はい。どうでしょう。あ、そうだ、ここをちょっと言いたい。これ、矢印マーク、これかっこいいバージョンでここシンコペーションで打ってリズムがジョーンと前に食い込む。これ後で解説しますけど、やっていきます。ということですね。はい。そしてこれ終わっていくよということでございます。さあ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 。はい、じゃあまあこれコードね、今映ってるんですけど、じゃあここからあのかっこいいバージョンのね、この解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンではですね、まあいつもの流れですけど、ちょっとコードの響きがゴージャスになりますよということで、今のシンプル簡単バージョンで使っていたこのコードありますよね。ここの C と F と G、ここだけちょっと変化が加わります。 C と F と G にご注目、これに変わります。パッチン、はい、これに変わりました。色がついたところの指が、足されているわけでございます。いつもの流れですけど、 C はここ今さっきはここだけだったのに、ここが足される2弦の1フレット、 G はさっきここだけだったけど今度1弦の3フレットが足されると。で F で、 F がここが問題でね、まずこことさっきこの2本指だけだったけど、小指でこことこの下のこれをこれでこれね、はい、で1弦と2弦は弾かない方がいいで、弾いちゃダメっていうことですね。このガズギター簡単アレンジだとね、このバツがついてあるところは弾かない方がいいですということなんで、じゃあ F はどうするかというと、この人差し指でここのところで当ててプツプツ、
こういう風にしとくと、こうやって弾いた時音が途切れてミュートっていうんですけど、こういう風にやってくださいということになっています。これね、最近のいつもの流れの解説なんで同じなんですけど、はい。そして弾き方なんですけど、今日はね、アルペジオと16ビートでいきたいと思うんです。このアルペジオもですね、ちょっと2つのパーパー感じでやりたいなと思ってるんですよね。ちょっとやってみ、ピックを使いますね。最初前半のところはこんな感じがいいかなと。はい、この F の時だけはさっきも言ったけど1弦と2弦弾きたくないんで、6、5、4、3だけでアルペジオしてください。はい。で、E。前半はこうやってやっていきます。で、 B メロのとこはね、ちょっとね8ビートっぽいアルペジオっていうんですかね、いつかいつかとやってます。いつかいつかと、こんな感じかな。息がせながらと、ドランドンパンタンタン、どうですか、これかっこよくない。ドランドンパンパンパン、ドランドンパンパン、ドゥルンダンダンパンパン、8ビートとアルペジオが混ざったようなリズムがかっこいいかなと思いました。で、今のね、ところたくさん愛してきたところで、この矢印マークシンコペーションをちょっと入れたいなと。ちょっと聞いててくださいね。たくさん愛してきた、今の愛してきた、ダンダダン、リズムが前に食い込んできた。これシンコペーションって、一箇所これね、ちょっと決めていきましょう。そして、今も、はい。で、サビになったら、この恋側は、ゆったりした16ビート。ガズさんはいつものようにこのブリッジミュートをかけて、ちょっとね、くすぶらせた渋い感じでやってみようと思います。この恋が祈りますよ。ブリッジミートっていうのはここにね、この部分をこうやって、止めて、なんとなくこうくすぶらせる。これがガズさん好きな弾き方なんで、これでやろうと思うんですけど、フルオープンでもいいですよ。こんな風にジャーンジャーンっていうのもかっこいいと思いますけど、まあここはお好みだと思います。ちょっと16ビートのラフな感じで、でもこれワンブロック全部コード2個なんで、ジャンジャカ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 っていう感じになると思いますけど、はい、ゆったりそのリズムキープをしていくということになります。そしてこの曲がね、結構淡々としてるんです。今のシンコペーションとかぐらいなんですね、決めは。あと途中で伸ばすっていうところがあったりとかするんで、まあそこはね、聞いていただいたらわかると思うんですけど、やっぱりあの A メロと B メロのこのアルペジオのちょっと弾き方の違い、 A メロとイントロはアルペジオという感じですね。いかにもトントンタン、トントンタンと、こんな感じですけど、 B メロはちょっと8ビートっぽい、ここがねキーポイントになるかと思います。あとコードの響きも変わってきますね。そこら辺が、注目どころでございます。さあ、それではやっていきましょう。あいみょん、裸の心、ガズギター式かっこいいアレンジバージョン、やってみる。
いたの。今私また恋をしてる。裸のこと震わせて、この恋が実りますように。少しだけ少しだけ、そう思わせて。今私恋をしている。裸の心抱えて、やってみました。あいみょんの裸の心、ガズギター式、かっこいいアレンジバージョンやってみました。やっぱりこの弾き方でこう、ドラマ性を作る。最初はすごいこう、優しく始まる。こう、かぼそく始まって、で、だん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 、いいメロに行って、サビに行って盛り上がる感じ。この表現がやっぱりね、この抑揚ですね。強弱。大事かなと思う。やっぱサビでですね、やっぱこう、一番こう、ピークに、なんかドラマが達するように、イメージして弾くのがいいかなというふうに思います。でも途中サビの間のところもね、恋なんてのところまたことこちょっと落ちたりして、このうねりがですね、やっぱり弾き語りの醍醐味でございます。その時の感じで、感情をコントロールというかね、そういうのも音量調整も感情表現の一個というか、そんな感じで取り組んでいただくのがいいかなというふうに思いますが、アルペジオはやっぱちょっと難しいですよね。この抑えられない時にコードがね、やっぱりブツってなっちゃうから、例えば こういう音がしちゃうというか、なんかね、しっかり押さえるいい練習にはなると思うんですけど、やっぱアルペジオはちょっと難しかったら、シンプル簡単バージョンの応用で4つ弾きで前半は一体このまま優しく弾くのもありかなと思いますけど、はい、まずご自身の感じでですね、いろんなこうできるところからちょっとずつ登っていくのがいいかなというふうに思います。楽しんで感情をたっぷりで、このあいみょんは中の心を歌っていてください。さあ、いつものねご紹介ですけど、コメント欄ご活用ください。なんか聞きたいこととか質問などあったら、コメント欄書いていただいたら、それを受けてガズがレッスン動画にしたり、そのコメントでお答えしたりできるかなと思います。ぜひやってみてください。そしてこのガズギター面白いなと思った方、周りの方にもぜひ面白いよと伝えていただいて、ほんとすぐできるからみたいな感じで広げていただくと嬉しく思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、そして私がメインでやってるこのガズレレ YouTube チャンネルではですね、いろんな面白いことやってますので、ぜひね皆さんご興味を持ってください。この後ちょっとご案内動画貼っとくんで、ご覧いただければというふうに思います。それではまた日曜日にお会いしましょう。ガズギーダーでした。バイバイ。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っとくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。